人の主要な内分泌腺維持消化体2下水体3甲状腺5副腎6、水臓7卵巣8清巣なお4胸腺は内分泌腺ではない。内分泌器とは多細胞生物、特に動物においてホルモンを分泌する器官のこと。ホルモンを分泌する線なので内分泌腺とも言う。それらをまとめて内分泌器系、または内分泌系。 液体調整系とも呼ぶ。内分泌器の共通の特徴として、ホルモンを分泌する細胞が存在すること、分泌したホルモンは血液中に溶け出して全身を回るため、器官内に血管が発達していること、またホルモンの分泌量をその時の体に合わせた量に調節するため、その期間そのものも別のホルモンの作用を受けることなどがある。 内分泌器の機能的な性質から内分泌器は体内で特にくっついて存在する傾向はなくお互いに血管以外では接続されていないのは他の器官系とは異なる内分泌器を含む内分泌系を扱う学問を内分泌学という内分泌腺は神経と並び特に高等動物の体内において各組織や器官の相互協調をコントロールする内分泌系を 担う組織である。分泌を行う、上皮細胞を持つが、同感はなく、ホルモンを生成する細胞の近くを流れる、血液中に放出する。そのため遠くにある器官にも作用を与えることができ、作用は神経系に比べてが遅いが、持続性がある。ただし、多種の生理活性物質を血液に放出する肝臓、レニンなどを分泌する腎臓、ロイコキニンを分泌する肥臓、 消化管ホルモンを放つ消化器粘膜は通常内分泌腺には加えない。また、副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモンなど10種類のホルモンを放つ死傷株は分泌物が血管を経ないことからこれも打ち分泌腺には含めない場合もある。一般的に打ち分泌器に分類される器官は下水体、甲状腺、副甲状腺、膵臓、副腎、消化体、 清掃卵巣胎盤等である。これらは、形態学でのグループ分けが難しいが、分泌するホルモンの科学的な性質で分けることは、できる。下水体は、脳の底にある線で、頭蓋骨底部のくぼみに細い柄を介して、ぶら下がるようにつながり収まっている、小指ほどの大きさである。線性下水体と神経性下水体の二つの部分に、分けられ、これらは、 発生期限が異なる。先生下水体は、前葉、中間部、流気部の3つに分けることができ、その発生は、体制時に、高校の上、壁が髪型に伸びて形成された、上皮性細胞が集まった部分である。盲状の毛細血管を挟んで前葉に、削除または海上に集まった、線細胞は、色素への染色性や電子顕微鏡での、 微細構造観察結果から6種類に分けられる。これらは全容が分泌する6種類のホルモンと対応する。中間部は神経性下垂体と接する部分である。小さく両方が集まっている。分泌するメラミン細胞刺激ホルモンは人体においてどのような生理作用を起こすのかはっきりしていない。神経性下垂体は構造的には 下水体を支えるロートから形成されたもので、発生的には、第三の王室の底部が突き出して形成された、神経由来の組織である。内分泌器の一つに数えられる紅葉は、線細胞を持っていない。実体は、床下部の神経核が作るホルモンが、神経繊維を伝って紅葉部へ溜まり、これが放出されている。大脳第三の王室中央部には、 五条壁部から後ろ向きに突き出した部分があり、これが消化体である。消化体は、手綱とともに、視床上部を形成する。小豆粒ほどの大きさで、軟膜で覆われている。消化体は、消化体細胞と神経に皮細胞に分けられ、前者部分がメラトニーを合成、分泌し、外実リズムの調節などを行う。消化体は7歳頃に最も発達し、 その後は対抗性の変化を見せる。成人では内部にカルシウム沈殿が見られる。甲状腺は器官を挟んだ双葉の形態を持ち、全容は U または h 字の形をしている。あと上面には甲状腺軟骨がある。内的にはコロイドで満たされた直径0 2ト、mm、ル前後の露胞が無数に集まったもので、 このコロイドが甲状腺ホルモンとして分泌される。また、頬の間にあるボール頬細胞もカルシトニンのうち分泌を行う。発生は甲状舌管を通して口腔に外分泌物を供給する線であったが、これが消失して内分泌腺となった。副甲状腺は甲状腺の後ろにあり、暗褐色をした米粒ほどの組織が上下に2個ずつ、計4個が集まっている。 毛細血管の周囲に線細胞が固まったもので、ホルモンを分泌する主細胞とこれが対抗したものという説もある参考性細胞がある。副腎は腎臓の髪型に帽子のように被さっていることから腎状態とも呼ばれる。外側を覆う腹膜上質由来の副腎皮質と、その中にある交換神経由来の副腎髄質があり、どちらも内分泌を行う。 副腎皮質は表面から内側にかけて、急状態、束状態、毛状態の三層があり、それぞれがアルドステロン、コルチコステロン、アンドロゲンを分泌する。副腎髄質は2種類の細胞があり、分泌するホルモンの種類からアドレナリン細胞とノルアドレナリン細胞に分けられる。どちらも交換神経と同じくにクロム酸カリウム染色液で気褐色になることから、 クロムを野生細胞とも言う。水臓には、外分泌と内分泌を行う箇所がそれぞれあり、前者は水液を、後者である、ランゲルハンストはホルモンを分泌する。水筒は、水臓容量の約2%程度を占め、直径0 2ト、mm、ル程度の内分泌細胞が、集まり外分泌細胞の中に散在する。内分泌細胞はさらに3種類に分けられ、 約20%がグルカゴンを分泌するアルファ細胞、約80%がインスリンを分泌するベータ細胞、そしてわずかにソマトスタジンを分泌するデルタ細胞、およびスイポリペプチドを分泌する PP 細胞などがある。卵巣、胎盤、精巣はまとめて、精泉と呼ばれ、それぞれホルモンを分泌する。内分泌器系は、 個々の内分泌器がバラバラに活動しているのではなく、外部刺激や環境変化などへの適応、向上性維持などを目的として、複数の内分泌器が負のフィードバックによる制御機構を持つまとまりのある活動をしている。そこで、いくつかの内分泌器、ホルモンや機能に注目し、共同して活動している内分泌器を一つの系とみなして、これを内分泌軸と呼ぶ。 もちろん実際の相互作用はこれほど単純ではなく複雑なネットワークを構成している。主な内分泌軸を以下の表に示す。ありがとうございます。